よいしょ、歩道橋降ります。あ、なんかこういうやっぱり立体構成って私好きなんだな。ここはあれ、今これ降りたんですよね。今これ降りてこっち行って、あ、これか、こっちに出ろってことですね。歩道橋の下のこっちに出ろっていう感じで、もう新しいっていうか、なんか私の中では本当人生初めての盛岡なんで、もうなんか全てが新鮮っていうか、もうどこを歩いてるのか分かんないみたいな、そんな感じなんですよ。あのなんかこう男の人の像ですか、あのなんかあのあそこになんか男の人のものがついてるじゃないですか。なんでまたこんなところに。まあタイトルはあの青年と書いてますけれども、あ、まあ、青年ですね、青年ですね。あのなんかこっちの方に行けば、なんか何でしたっけ、県庁とか市役所があるそうですけれども、ですね、あ、向こうに駅あるやん。あ、じゃあまあ駅のあたりから出発していろいろ探してみましょうか。盛岡駅そっちって書いてあるんで、多分信号そのちゃうんなんじゃないかな。まあ盛岡駅前と言ったらいいんですかね。まあなんか食べるところはあっちやこっちやいろいろありますけれども、そうだな、焼肉冷麺、それから岩手の居酒屋、あ、ところで岩手の名物って何だろうな、わんこそばぐらいしか思いつかない。牛タン、あれ牛タン、あれ仙台か。まあ単純にタリーズコーヒーとかもありますが、って感じですね。あれか、あ、なんかあのスタバみたいになんかちょっとコンセント使えるところがあるといいな。それで考えたい。ああ、でも、あ、盛岡駅もでも結構大きいですね。あ、でもあれですよね、東北新幹線は開業当時は、1982年まず上野から、ん、大宮かな、大宮か上野あたりからここ盛岡までまず開通させたんですよね、確かね。まあ、駅入りますか。こっちが IGR 岩手銀河鉄道という、とりあえず蒸し暑いんで、なんかエアコンの効いたところに行きたい。そう、あの岩手といえばそれは小岩井農場ありましたよね。昭和誰だっけ、小村寿太郎じゃないし、井上勝の井と、それから岩崎弥太郎の岩と、小栗旬でもないし、ちょっと忘れちゃったな。まあ、そしてどこにでもあるんですね、この盛岡駅周辺案内図ということで、全くさっぱり私何にも分かんないんですけど、とりあえずちょっといろいろ見てみましょうか。そう、北上川が流れてます。あれ、あ、じゃあさっき北上川の橋渡ったの違うな。あ、こっか、あ、これか、こう行ったんだから、まだそう、ちょっと行けば北上川なんだ。だからなんかすごいところに駅できてますよね。あの雫石川が流れてきて、で北上川と合流する、ここにあのまさか盛岡駅があるとは、なんかこれはちょっとここ来て初めて知った。すごい、高見川を渡ると岩手公園とか、それから県庁とか市役所とかそういうのがあるので、多分この辺に行けばそこそこ繁華街じゃないかなと踏んで、それからそうですね、八幡町というと、まあ大体神社があったかなと、なんだか八幡とかあったのかなとか、なんか盛岡第二高校とか、この辺は第一とか第二とかついてると、なんかあの、うん、あのあるんじゃないかなとか、それから中村家住宅とか、あとこれさっきのところですけど反対側ですよね、先人記念館、遺跡の学びの館とか、あ、さっきのアイーナですよね。まあ歩けば何かしらあるかなという感じですね。ただ私本当に全くここは知識がないので、まどっかに、あ、いいものあるや、タウンマップ盛岡、ちょっとこれは一つもらっていきましょう。これを持って、あのさっきあっちの方に、ま、あ、まくまないじゃない、あの待合室があるので、待合室があるので、そこでちょっと対策を練るとか、ちょっと今日の今夜のプランを立てますかね。今そこはあの新幹線の改札なんで、新幹線の改札ずっとこっち来て、緑の窓口南があって、でそこが待合室なんですよね。ドトールコーヒーはもう閉まってますけれども、待合室自体は、24時まで使えるので、ちょっとここで対策練りますか。ちょっと真っ暗で見えないんですけれども、ここはあの北上川のところまでやってきました。
あのまあ盛岡駅すぐそこの突き当たりなので一丁角って感じなんですけれども、こっちの方が町なんだな。やっぱりこの橋は随分なんか年季が入ってるようなそんなイメージがあるんですけれども、ちょっと見てみたいかな。多分向こうのところに何かありそうだな。結構幅は広いですけれども、鉄骨はそんなに丈夫じゃないんじゃないかなと思います。なんか旭川の旭橋はもともとあれは陸軍が戦車通すために作ったような橋なので、すごい丈夫じゃないですか。昭和7年、1932年、多分年代的には多分昭和初期とかその辺の東京でその頃に作ったような橋みたいなものだとは思うんですけれども、あれかな、なんか海運橋通りみたいな、なんか名前ですね。そんなのかもしれない。ただやっぱりこのリベットの打ち解き方とかが、その旭川のその陸軍用に作った橋よりもちょっと弱いなという、そういうイメージがあります。こういうところとかでもまあライトアップされてるぐらいだから、それなりに有名なんだろうな。道幅も あるし、まあもしかしたら昔この辺路面電車とか走ってたかもみたいな、そんな感じですけども、そうですね、なんかそこら辺に何かしらの情報がありそうな気がしなくもなくもない。あ、ここにあるな。あ、そう、ですね、昭和27年、52年、岩手県建造、内地昭和14年一棟橋ということで、塗装記録は2016年2月になっているので、だいぶ塗り直しているもんだとは思うというか、塗り直しているんですけれども、これはやっぱり海運橋だ、海運橋ということだそうです。作られているのはここか。そうですね、今初代が1890年、そして2代目が1917年、3代目が1953年。あ、割と新しいな、こういうタイプだとしては。剛性の強い、剛単純可動式ランガートラスプラス二景観鉄筋コンクリート T 桁橋と、長さ85メートル、幅が 18.2メートル、4車線なので、そうですよね、二度巻き橋なんて。海運橋は別名二度巻き橋とも呼ばれています。盛岡へ転勤してきた人が海運橋を渡りながら、まあ、単身赴任のお父さんとかでしょうかね。よっこいしょっと。ああ、だからなんかこういうのも、でも戦後の建築だっていうのはちょっと意外だったな。私の、なんでもないです。戦後だったんだなと。北上川もまあいろいろと、松尾鉱山からの酸性の水が流れてきたというとか、なんとかですか。あ、バスも走ってんな。すごいすごい。交通事故から子供を守りましょうって、今時こんな子いないよって感じですけれども、うちの親世代って感じ。なんかすごい時代を感じさせる建物がこんなところにあるんですけど、上もなんか、古いねっていう感じですよね。まあだいぶテナント募集になってますけども。すごい、名前がそのままのズバリホテル東日本。ちょっと眩しくて、ちょっと光が強くてあんまり見えないですけども、創立110周年、王城小学校っていうのかな、桜の城とか言って、あ、それこそさっきのなんか今時いないよって子供がそこに2人いますけれども、あったかハートの学校を目指して、こっちはクロステラスショッピングモールのようなものかな。でもゲオしか空いてないや。多分この辺になんかあるんじゃないかなって感じ。この中今ずっとこの道来たんですけれども、あ、これすごいですよ。なんかこう福々屋とかで看板がすごい目立つんですけれども、こうちょっとビルの方とか見ると、結構これ年季の入ったビルですよね。なんかすごく綺麗にしたらすごくおしゃれそう。カラオケ屋さんがなんかすごくこうお客さんをすごい取り合ってる、そんな感じですね。あそこの快活クラブとかでいいかな。そしたらまあネットもあるし、まあ、シャワーも浴びれるんじゃないかなと思うんで、とにかく汗かいたんでシャワー浴びたい。で、そう、いつもと違うのは今日日帰りじゃなくて何泊かするんですよね。本当に何泊か。だからなるべく本当は深夜バスとかそういうの使って移動と宿泊を同時に使用作戦にしてたんですけれども、中尾とかでもいいかな、まあ、食べる場所には困らなさそう。それから、まあ、無駄に長居する必要はないので、まあ、ある程度ちょっと街をブラブラして、まあ、今日天気もいいですしね、
ブラブラして、まあ、適当なあたりで入って朝7時か8時ぐらいに上がろうかなと。これは誰かなと思って首にかかってるのなんだろうと思ったら、これ自転車のあの輪っかでしたね。北風に立つ、少年啄木像、啄木なんだ。ローソンに啄木というシュールな絵ですけれども、まあ、じゃあこの辺ブラブラして今日はスタバとかあるといいんだよな。スタバがないかないか。仙台じゃなかった、ここ盛岡か。盛岡にはスタバがないことに気づきました。いや、あるのかもしれないけれども、私が知ってる範囲ではないと。まあ、初めてなんで、まあ、多分今日このなんか盛岡の大通りといって、なんかあの札幌市民というか北海道民にしてちょっとなんか違和感しかないんですけれども、まあ、ここの大通りでなんかご飯食べながら、どっかに泊まって、それで今日、まあ、多分ネットカフェに泊まると思いますけれども、まあ、それで今日おしまいにしたいと思いますので、まあ、じゃあまた明日よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録、そしていいねボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あと太郎の雑学カフェ、こちらの方もやってますので見ていただければと思います。では今回もご視聴いただきましてありがとうございます。次の動画もぜひよろしくお願いいたします。